民数記二十三章バラムはバラクに行った。ここに祭壇を七つ築き、大牛七頭とお羊七匹を用意してください。バラクはバラムが言った通りにし、バラクとバラムは祭壇ごとに大牛とお羊を捧げた。バラムはバラクに言った。あなたは、 あなたの焼き尽くす生贄のそばに立っていてください。私は出かけてきます。主はおそらく私に会ってくださるでしょう。主が私に示されることは何でもあなたに告げましょう。彼はこうして不毛の丘に出かけた。神がバラムに会われたので彼は神に言った。私は祭壇を七つ設け、祭壇ごとに王牛と羊を捧げました。 主はバラムの口に言葉を授け言われた。バラクのもとに帰ってこう告げなさい。バラムが戻り、モアブのすべての高官たちも共にいた。バラムは次のような託戦を述べた。アラムからバラクが、東の山々からモアブの王が私を連れてきた。来て私のためにヤコブを呪え。来てイスラエルを罵れと。 神が呪いをかけない者に、どうして私が呪いをかけることができようか。主が罵らない者を、どうして私が罵ることができようか。私は岩山の頂から彼らを見、丘の上から彼らを眺める。見よ、これは一人離れて住む民。自らを諸国民の一つとして認めない。誰がヤコブの塵を数えられようか。 誰がイスラエルの砂ぼこりの粒を数えられようか。私は正しい人々に連なって死にたい。私の終わりが彼らと同じようであるように。バラクはバラムに言った。あなたは何ということを私にしたのか。私は敵に呪いをかけるためにあなたを連れてきたのに、あなたは彼らを祝福してしまった。 彼は答えた。主が私の口に授けられたことだけを私は告げるべきではないでしょうか。バラムの第二の託戦。バラクはバラムに言った。どうか私と一緒に彼らが見える別の場所に来てほしい。そこから見えるのは彼らの一部だけで。 全体を見ることはできないが、そこから彼らに呪いをかけてほしい。バラクはバラムを見晴らしの効く野に連れて行き、ピスガの頂に登り、祭壇を七つ築き、祭壇ごとにお牛とお羊を捧げた。バラムはバラクに行った。あなたはここで、あなたの焼き尽くす生贄のそばに立っていてください。私はあちらで主にお会いします。 主はバラムに会われ、彼の口に言葉を授け、言われた。バラクのもとに帰ってこう告げなさい。バラムがバラクのところに行くと、焼き尽くす生贄のそばに彼が立っており、モアブの高官たちも共にいた。バラクが、主はなんと告げられたのか、と言うと、バラムは次のような託戦を述べた。 立ち上がれ、ばらくよ。そして聞け。チポルの子よ。私に耳を傾けよ。神は人ではないから偽ることはない。人の子ではないから食いることはない。言ったことを行わないことがあろうか。告げたことを成し遂げないことがあろうか。祝福せよという命令を私は受けた。 神が祝福されたものを私が取り消すことはできない。ヤコブのうちに災いを認めず、イスラエルのうちに悩みを見ることはない。彼らの神、主が彼らと共におられ、王を称える歓声が彼らのうちに響く。エジプトから彼らを導き出された神は、彼らにとっての牛の角のようだ。誠に、 ヤコブのうちにまじないはなくイスラエルのうちに占いはない神はそのなすところを直ちにヤコブに告げイスラエルに示される見よこの民は目獅子のように立ち上がりお獅子のように身を起こす獲物を食らい殺した者の血を飲むまで身を横たえることはないバラクはバラムに行った もう彼らに呪いをかけることも、祝福することもしないでくれ。バラムはバラクに答えた。主が告げられることをすべて行わなければならないと、あなたに言わなかったでしょうか。バラムの第三の託戦。バラクはバラムに言った。どうか来てほしい。別の場所に連れて行こう。 おそらくそこからなら、神の目にかない、彼らに呪いをかけてもらうことができるかもしれない。バラクはバラムを、荒れ果てた地を見下ろすペオルの頂に連れて行った。バラムはバラクに行った。ここに祭壇を七つ築き、王子七頭とお羊七匹を用意してください。バラクはバラムが言った通りにし、祭壇ごとに、 おひとお羊をささげた。